前回復元時の基本的な考え方を踏襲し、首里城を復元していくことを原則として、政府は火災で正殿などが焼失した首里城の復元基本方針を決定しました。基本方針には1992年に首里城の主要施設が復元された際の計画を踏襲することや、防火対策の実施、政府一丸で木材や漆といった資材を調達することなどが盛り込まれています。政府は今年度中に首里城復元に向けた工程表を作る予定です。